ラウンドと同じ方向に、まず、モデルさんの、前髪の自然な状態にしてもらって、ちょっと今出てるところがあるんですけど、まあ、自然に濃いと思いますね。で、どういう風に切ったら一番綺麗に、そして長持ちして重さもあってツヤが出る前髪が作れるかっていうと、まず、極端なこと言うとこういう感じに切っていくといいんですね。なのでまずここをこういう風に切ります。ただこのままだと目にかかってしまうんで、今度は反対側に目の上のところは少し、短くして、で最後は、ラウンドして長めにつなげていきます。っていうことは、まあ、結構動画でもたくさんやってるんですけど、最初はちょっと長めに来て少し短く入ってこういう感じですね。で持ち方はこれがもうすごくポイントなんですけど、ちょっとアップするとこういう持ち方になります。こういう持ち方ですね。わかりますでしょうか。これちょっと絶対こんなやり方やってる人いないと思うんで、ここにこれを入れると、でこの指を奥に入れることによって締まらないんですよね。で優しく切れるんですよ、こうふわっと。で、この指をこっちにつけます。こういう感じですね。で開閉すると先っちょがちょっと開くような感じできたでしょうか。皆さんちょっとやってみてください。この状態で前髪を切るとめちゃくちゃ綺麗に切れます。でどういうふうにするかっていうと、まあこの0度の状態で切っていくんですけど、手を添えます。でこの状態にまず先っちょのアロを入れていきますね。でこの時も優しく入れるんですね。入りがこのここに親指じゃない人差し指入れていくことによって入りが優しく入ります。で今モデルさん端っこ結構短いので、本来もうちょっとラウンドしていくんだったらまた持ち替えたりもするんですけど、まあそのままで大丈夫かと思います。これで切っていきます。優しく切って、で結構これどこまで切ればいいのかっていうのは結構皆さん疑問だと思うんですけど、この前髪のところですね。でこの上からかぶるこの部分はあまり切らない方がいいので、基本的にこの表面から乗っかってくるところはちょっと切らないようにして、中のところで徐々につなげていくぐらいでフェードアウトしていってください。で徐々にこのぼかしていきます。すごい簡単に言うとカットラインってあの、まあ、レザーカットだったりとかですね、まあ、セニングとかソイだりとか、まあ、ブラントカットいろいろあると思うんですけど、基本的にすごい単純にまたちょっと別の動画でやりたいと思うんですけど、あの切り口によって髪の毛がガラッと変わってくるんですね。でそういう分析動画はまた今後作ろうと思ってるんで、そちらでやっていこうと思うんですが、基本本当に単純と丸く切った方がいいです。髪は絶対丸く切った方が収まるんですよ。なぜかっていうと、えぐったりとか引っ張ったりとかしすぎると外側に跳ねたりとかするんで、例えばこのパネルを切った時に引っ張っただけで外に跳ねたりとかするんですよね。で収まりが悪くなったりとかします。なので、基本的に、まあ、セニングもそうなんですけど、隙間さえも丸くラインを作った方が良かったりとかします。で、あとは髪の毛に逆らわないで自然な位置で切るというか、引っ張るとあのゴムと一緒でまた戻ろうとして跳ねてしまうんですね、髪の毛っていうのは。
例えばここを、まあ、縦でもいいですけど、こういうふうにフォームで引き出してカットしますよね。で、こうチョップカットとかしていくのはいいんですけど、この引っ張った反動っていうのがあるわけですね。なんでこの反動によって跳ねます。なので髪の毛っていうのはつながりがないスタイルを作るんであれば細かく取って切っていった方がいいと思うんですけど、髪の毛って基本的につながりを作るにはあんまり細かく取らない方がいいんですね。なのでなるべくシンプルに作っていってあげた方がいいんです。そうすることによって、カット時間も短いですし、より細かいそのお客さんの1ミリとか1センチとかっていうところまで何回でも切り直すことができるので、あんまりこう枠にはまって切っちゃうと切り直すのにまた時間かかっちゃうので、結構単純で本当 髪の毛っていいんですね。なので持ちがいいカットするっていうのは本当に丸く切ることですね。あと落ちる位置がすごく大切です。今ちょっとあんまり切れないですけど、例えばここの髪もですね、よりもっと落ち着く感じするには、僕はこちらからちょっとこれはちょっと変かもしれないですけど、皆さんやってないと思うんですけど、大体皆さんこっちからこう切りますよね。僕は上から手を持ってきて落ちる位置に自然に内巻きにこうインぐらいになるような感じで切るんですよね。なんで上から持ってきます。でなるべく自然に収まるように、跳ねないようにって、まあ跳ねさす場合もあるんですけど、まあ今はちょっと自然にラインを作っていきます。で髪の毛ラインを作ることによって、まあこのアウトラインっていうのは絵の額縁と一緒なので、ここをしっかり作らないとボケちゃうんですね。なので軽さはあっても毛先を重さを出すとか、そういうふうに結構メリハリがついてるといいと思います。常にイングラを意識し、そしてカットラインは常に丸く切っていくことによって収まるのと、重さがちゃんと、そこに残ってくれます。サイドも、僕の場合は上から持ってきます。このままで自然な位置で、カットするんで、サイドが、持ってきて上から持ってきて自然にイングラの位置になるようにカットします。基本はね、結構横スラの方が綺麗に切れるんで横スラで切ります。あとはこの引き出す角度ですね、つむじきに向かってこうちゃんと、立ち位置が間違っていないかっていうのを確認してですね、でこっちの方ちょっと長くなりやすいんで、そういうところを気をつけたりとかしていきます。あと今矯正とか、ちょっと話はずれちゃうんですけど、縮毛矯正とかパーマとかですね、カラー、あとヘアカット、全般ですね、わずか2日間で、2日間で、売れっ子美容師さん以上に、なれるようなカリキュラムを作ろうと思ってるんで、それをやることによってですね、先輩美容師さんを抜けたりとか、あとは本当になんか無駄なことってすごくあるんですよね、実はカリキュラムの中で美容師さんも。で、最近お寿司屋さんでもあったと思うんですけど、寿司屋さんの修行しないで、なんかそのお寿司の塾、ね、お寿司塾じゃないけど勉強室みたいなのに通って、セミシュランで賞を取った人いますよね。とかで美容もやっぱり少しずつ変わってくると思うんですよね。で今のこれからの子たちとかはやっぱりある程度自分の時間も必要ですし、今までの美容の、コンテンツというかその中でやっていくって結構厳しいと思うんですよ、何年もかかるんで。なので僕は今
2日間で、売れっ子美容師になる方法っていうのを考えました。でそれでポイントをこれだけやってれば大丈夫だっていうポイントがあるので、それをマニアックなポイントをお伝えしようかなと思ってます。でそれが、まあ、できましたらまた皆さんによろしくお願いいたします。そういうのを今作ってます。でちょっと話はそれたんですけど、まあこういう感じでですね、だから無駄なことをしないことによってカットも早いですし仕上がりも良かったりとかするので、なんとなく切るんじゃなくて本当にその自分がした慣れ、自分がその狙ったところですね、そこをしっかり切れば時間も短縮できますし、あと本当パーマ矯正、この辺は通常に勉強しててもちょっと難しいですね。いろんな情報がたくさん出てきてるんで、なので、ちょっと近道をできる方は近道した方が、まあ、いいんじゃないかなって、自分の自信にもつながるんで、まあ、そういうコンテンツ作るんで、ぜひちょっとその時はよろしくお願いします。で今だいたいちょっと切ったんで、はい、さらに、はい、後ろを向きますけど、ちょっと横でいいですかね、こっち側に行きましょう。で、あとですね、単純にこうつなげていく方法なんですけど、コームは使わないんですけど、ちょっとこうねじってですね、まあ、今これ 5mm 以内でカットしてるんですけど、全体をつなげていくことによって、隣との毛と仲良くなるんですね。そうすることによって馴染んで、重さだったりとかですね、まとまりがちょっとできてくるんで、この何ミリかの何ミリの、ね、世界で本当に変わるんですね、髪の毛って。今これ何やってるか分かんないかもしれないですけど、これはこれでまた別の動画で説明できたらいいかなと思います。ちなみに今これ R バーでこう切ってます。こういう風にアルバの方で丸く切って、全部つなげて切ってます。サイドとね、縦とね、これ1回で全部つながるんですよ。縦横が縦横斜め全部つながります。なんで、あと癖をね、逆にこのねじる方向で癖を取ったりとか、その人が右側跳ねるんだったら跳ねないようにちょっと調節して切ることもできるんで、これできるようになったら本当すごい楽ですね。もう超簡単です。カット10分ぐらいあったら切れるんで、大体で多分結構予約が、僕カットの予約が結構今取れないんですけど、やっぱり持ちがよくいいっていうことで、多分予約が取れなくて皆さん浮気はしちゃってるんですけど、やっぱ戻ってきてくれてるんですよね、お客さんの方が。それってやっぱりカットのカットラインとかそういう部分も多分あると思うんで、やっぱり他のカラーとかはちょっと他でやってもカットだけはっていうことで戻ってきてくれるんですよね。なんでやっぱりそういうのって差別化ができてるんではないかなっていうのがあるんで、まあ予約取りづらくても結構来てくれたりとかしてます。なのでやっぱりまあカットってやっぱりまあ一つの戦える武器なんではないかなっていうふうに思いますね。まあカラーってカラーヘアカラーとかってすごく割引店とかも出てきてるんで、だいたい美容師さんじゃない方がやってたりとかもしてますよね。なのでやっぱりカットは美容師さんじゃないとできないんで、やっぱカットに力入れていくべきだと思いますし、もうカットとパーマかなって僕は思うんですよね。カットパーマ矯正にやっぱり力を入れていかないとダメかなと思うんで、その辺が結構大切かと思います。それができた上でのデザインだと思うんで、デザイン作る前にこのベーシックがまずできないと、全くその巻いてごまかすみたいな感じだったら何の意味もないと思うんですよね。
ぱりこれで、全体がちょっとつながって、ちょっとあまりね、モデルさんの状況的にあまり長さちょっと切れないんですけど、全体にちょっとつながりがこれでできた感じです。で、だいたいさっき撮った時に細い毛のところがあったんですけど、今かなり今全部全体につながってて、細いところがない状態になりました。ほぼこれで綺麗につながったんではないかなと思います。これガッタガタの髪の毛を例えばすごいバツバツバツって切った髪の毛があったとしますよね。でそれでこの切り方ずっとやっていけば綺麗につながるんですよ、実は。なんでどんなスタイルでもつなげることができるっていう方法なんで、これできたらほんとめちゃ楽です。ほとんど急激な縮毛矯正のなんかつながらない髪でもつながったりもできますし、めちゃ楽ですね。こんな感じで